はい、こんにちは、ともチャンネルです。いや、窓全開にしてね、気持ちのいい時期になりましたけども、この時期ぐらいから窓を開けてるとね、虫がガンガン入ってくるんですよ。虫ガンガン入ってきて、で、車の中って見てもらえばわかるんだけど、こう袋みたいになってるんですよね。だから中入ってきた虫っていうのはなかなかね、外出ないんですよ。こうやってね、こうなかなかやんないといけ出ないし、でこれがね、まだこの春先だからいいけど、秋口になってね、もう窓開けて蜂なんか入ってもう来ようもんなら、もう大パニックですよ、大パニック。まあ、車に乗ってる人だったら、まあ、多分一度はあるんじゃないかな、ね、蜂が入ってきてもパニックになることね。それから車乗ってる時は窓を閉めて、こうエアコンかけてる人が多いんだろうけど、でもやっぱり窓を開けて、全開にして窓を開けてね、走ってるというのはすごい気持ちいいもんですよ。やっぱり自然の風っていうのはね、心地いいでしょうね、エアコンなんかの風よりも。私もね、エアコンかけてるとやっぱり、まあ暑い時はしょうがないけど、やっぱりね、なんだろう、空気が動かないのに風だけがね、冷たくなったり暖かくなったりするっていうのが嫌なんですよ。だからこうやってね、もう風が、自然の風が入ってくることがね、まあ気持ちいいこと、気持ちいいこと。で、こう言ってね、走ってるとやっぱりね、ジャズに乗りたくなっちゃうんですよ。まあこの時期だからっていうのもあるし、窓を開けて気持ちよさ感じてね、乗りたいなってのもあるんでね。まあそういった意味でも、やっぱり窓を開けて走るっていうのは、まあ健康的にもいいと思うんですよね。まあその辺は、賛否両論あんのかな。外の風は嫌だとかね、ベタベタしちゃうから嫌だとかね、そういったこともあるでしょうけども、まあ私はね、もう全開にしてこう走った方が気持ちいいなという方ですね。だからもう車の中でね、あんなことこんなことできるっていうのはね、まあいろいろ楽しいもんですよ。でおやつ食べたりね、であとコーヒー飲んだりね、まあできるのも車の特権です。やっぱりバイクだとね、お菓子なんか食べようもんなら両手どうすんだよみたいなね。でジュースなんか置いといたら、ペットボトルじゃなかったら溢れちゃうじゃんってね。まあそんなこんなで、快適さで言えば車の方が完全に上です。だけどやっぱりね、この気持ちよさ、全身でね風を浴びれるバイクってのはやっぱり気持ちよくてね、やっぱたまにバイクの方がいいよねってなっちゃうんですよね。それで元ブログをね、撮り始めたんですけども、やっぱり元ブログを撮ろうと思ってね、乗ると1回の、バイクでだいたい カメラの充電がなくなるまで撮ってますよね。だいたい15分ぐらい撮って、まあ、最後編集はするんだけど、まあだいたい5、6本、そうするとペンタックス Q の電池がちょうどその頃ね、予備バッテリーまでなくなって、ちょうどいい感じになってます。まあ話のネタがなくなれば別ですけどね。まあそんな感じで、元ブログの方撮ってますね。はい、ということでね、今日もね、風が気持ちいい気温になって、また全開で動画をお届けしました。この動画が良かったらね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。